と炎上しがちなんですかね。イラつきを覚えさせる存在ではあると思いますね。本当の味方いない、うんうん、私という人間があんまり理解されない行動を自分で取ってるだろうなっていうのはありますよ、ね、視聴者からね、そこはやっぱりね、うん、あのからでしょうね。それはそうでしょう。だってマスコミの方は事件にほとんど関心がないと思いますよ。自分の収入、世帯収入が今後10年どんどん下がっていくぞと思う人ほど中国を強く嫌いになるんですね。国家的運命と自分の所得っていうのが混同されちゃってるわけじゃないですか、うん、プライベートキャピタルの問題に関しては三浦さんのお立場的にはどういう。私個人もせっかく、まあ、こういうことが起きたわけだから、うん、まあそれがどうなろうと私の人生変わるだろうなと思うし、やっぱり事件でね、そうかバキッと聞いてきたんですけど、世間の人はひょっとして三浦さん政治に近いじゃないですか、うん、やっぱ政治近いからなんか美味しい思いしてるんちゃうかみたいなイメージあると思うんですよね。それバキッと聞いてるけどやっぱ美味しい思いしてるんですか。そこはしてない。でもね、トライベキャピタルの問題も若干今日聞こうと思ってたんですよね、うん、どうなんですか。そこの本質は正直分かる、言ってきますね、俺分かんないっすわ。なぜなら裁判資料も読み込む能力ないし、全てが分からないっていうのは事実なんですけど、ただなんかそこを取り巻いてるイメージとかに関してはすごい関心があって、やっぱりなんか良くないなって、実態分かんないですよ。実際と今回の件の本当分かんないけど、やっぱりじゃあ政治に携わるものは製品であるべきとか、儲からないとかお金にかからないっていうふうにまずイメージが日本にある気がするんですよね。あるとなると、じゃあやっぱりこう悪いことして金もらってんじゃないかとか、いやいや悪いことして金もらおうとせざるを得ないんじゃないかみたいな発想になると思うんですよね。といった時になんかやっぱ皆さん政治に近いところにいたから、やっぱりこうなんだろうな、なんか政財界と癒着して儲けてんじゃないかみたいなイメージがやっぱこの問題にあると思うんですよね。それは本当かどうか知らないですよ俺はね。だけどやっぱそうという段取りになってる気がするんですよね、やっぱり。でもそれは陰謀論でしょ。イメージね、もうイメージとしてやっぱあると思ってて、まあまあそういう意味で言うと、まあ一回そのそういうイメージがあるのを一回置いといて、まあ、トライベキャピタルの問題に関しては三浦さんのお立場的にはどういう見解というか、公式見解というのはどういう感じなんですか。なんか20年間結婚を保ってきた夫なので、まあ夫の問題として、もちろん妻は心配するし、それによって多少私の仕事を先にご迷惑をかけたりするってことについて謝るってことはしますけど、ただ一応夫とはいえ私の会社でもなければ私個人でもないので、まあそれは分からないとか分からないし、検察が言ってることも知ってはいますけど、ただそれは多くのメディアの方にばらまかれてるビラと同じもので、なんか特に皆さんより何かを知ってるかっていうと知らない中で、今伝聞で何か例えば弁護士から聞いたこととかを話すような段階にはないし、これから多分公判がもうそろそろ開かれるんでしょうけど、もうそれはもう裁判の結果っていうのを見守るしかないですよね。今よく言われるのはその出資してるじゃないですかってこととオフィス一緒だったじゃないですかってのはよく言われるじゃないですか。出資っていうのはあれもあの不正確な情報が混じっていて、あれは私は出資していない会社です。事務所が一緒だったっていうだけか。事務所が一緒なので、例えば窓口とか受付業務をこちらが逆に委託、業務委託をしているので、取引は当然生じてるわけですよ、だから山猫総研が払っている賃料だとか、人件費に当たるような業務委託費だとかっていうのはもう日々生じてるし、備品も半々で買ったりするので、だからそういう意味で専業主婦ではない、だからそれぞれの会社を持っていて同居している、っていうことですね、でだからそれがなんかどうかしましたかっていうことですね。まあ事実としてそこだったのは三浦さんのお考えってことですよね、でその時にまだ今日三浦瑠麗さんとは一体何者かっていうテーマとかかってくるとやっぱり思ったんですけど、三浦さんとかの事件のことは別に後半の中で明らかにいろいろなるからそれでいいと思うんですけど、三浦さんっていうお立場、っていうかな、名前っていうんですか、なんですか、記号っていうのかな、わかんないけど、三浦瑠麗さんっていう名前があったからやっぱこう騒がれちゃう感じなんですかね、今回の事件っていうのは。あ、それはそうでしょう。だってマスコミの方は事件にほとんど関心がないと思いますよ。で彼らが手と手つび関心があったのは、その私がどんな靴を履いてるかとか、
私がどういう反応するか。今日猫ちゃんの靴。そうですね、まあ、気になっちゃいますからね。猫ですね、確かに。猫ちゃんなの。怖いですね、ちょっと後で、はい、だからそれはそうでしょう。だってね、事件そのものに関する関心は低いと思いますよ。本当だ、猫だ。そういえばちょっと一回雑談始めますけど、椎名林檎好きですか？うん。ですよね。はい。椎名さんとは、年代もちょっと近いし。まあ僕、同い年ぐらいですけど、ここら辺は椎名林檎神でしたもんね。うん、ですよね。なんか、端々に椎名林檎ファンなんじゃないかなって感じさせる、こう、なんか研究所の名前もちょっとね。うん、椎名さんと同じく黒猫。黒猫どう？そっか。やっぱそっか。いや雑談でしたけど。なるほどと思いましたけど。どんな話したけど、その、うん、そうか、マスコミに興味あるのは、うん、どんなファッションしてるかとか。まあだから結局それはそうでしょう、うん、まあ、それは世間ってそういうものだから、うん、なんでそうなると思われます？だって政治、まあ、なんていうか、その政治的な発言してる人とか、うん、評論家とか、まあ、学者さんの中にはまあいろいろ、例えば東工大の西田さんだってなんかいろいろ発言してますし、誰だろうな、まあ、昔は菅三十さんとかもいらっしゃったけど、 なんで三浦さんに なんかこうそういうふうに。女だからでしょ。女だからか。女としての今までの既存のステレオタイプにはまってないからでしょ、うん、ステレオタイプって今まではどんな感じなんですかね。ステレオタイプはいわゆる組織の中で人格者として、うん、まあ、メルケルじゃないけど協調型リーダーシップでこう上に来た、でも女性だから彼女をまあ起用しなきゃっていう、そういうやっぱ風潮もあって、うん、いろんなとこで目立ってらっしゃる方はいるじゃないですか、うん、お会いするとみんないい方ですけど、うん、やっぱり私からすると自己主張は少なめですね、うんうん、翻って三浦さんはどういう。私はやっぱりね、結構グローバルなんだと思いますよ、うんうん、だから海外の人というか、うんうん、まあ、これはもう中国も韓国もそうだし、うん、アメリカ、イギリス、ヨーロッパもちろんのこと、反感、うん、を覚えられるってことはほぼないんですよ、うん、でそれは自分の国の人間じゃないからってのもあるかもしれないけど、うんうん、やっぱ強い女性が多いので、うんうん、韓国は韓国でね、お金持ちだったり、あるいはパクチョンヒの娘だったりっていう血筋とか、なんか名家とか、まあ、そういうところの女性が強いじゃないですか、はい、必ずしも男女平等だとは思わないけども、うんうん、だから東南アジアもそうですよね、うん、強い女性っていうのがやっぱ存在する発展途上の国もあるし、うん、でも日本はいずれでもないんですよ、うんうん、なんでその日本特殊なんですか。あ、戦争に負けたからです。それもうちょっと詳しく聞かせます。どういうことですか。戦争に負ける前までは強い女性は結構いて、うん、でそれはまあ、家族の娘だったり、うん、サロンを開いてたり、でそして、まあ、あとはもうそのいわゆる実業家の妻として、うん、まあ、鹿鳴館じゃないけども社交を取り仕切ったりとか、うん、なんかね、あとは、まあ、平塚らいちょうあげるまでもなくですけど、うん、女性系のムーブメントもすごくあって、うんうん、今よりも女性の地位が低い時代だったけど、うんうん、それなりに女性活発でしたよ、うん、なんですか。戦争負けるとあれなんですか。あ、それは財産がみんな平等になっちゃったから。それとどう相関性があるんですか。みんながそこそこの中産階級になって、はい、サラリーマン家庭が一般的になってくるじゃないですか、うん、はい、実は専業主婦が促進されたのはそこから で、うん、で会社が専業主婦を優遇するような、うん、福利を、まあ、導入したんですよ。でそれはあるな、ね、みんなが同じぐらいの規模の収入帯になると、うん、女中さんっていうのもあんまりいなくなったって、はいはいはい、途中から、はい、お手伝いさんと、うん、でそうするとみんなしてそれぞれの小さな家庭の家事育児に女性がかまけるようになるので、うんうんうん、暇な時間を持っている女性っていうのがそもそも生まれなくなるし、まあ、不当に大きな財産とか血統とかそういうその特別性を持って例えば東南アジアのね、うん、なんとか財閥の娘みたいなのはいないわけですよ、うん、だからいない。例外が男の子の跡継ぎがいなかった政治家の総理の娘とか小渕優子さんとか強そうだもんな。でもそれはすごく特別な存在です。うん、そっか。じゃあ戦争に負けて全員中産階級化して、三浦さんの仮説だとその
家事労働でみんな忙しくなっちゃって社会にこう発信したりコミットしたりする時間がなくなった。身分格差とか財産の格差が少なくなると、うん、実は一時的に女性の目立つ、まあ、リーダーが減るんですよね、うん、その中でそういう方に三浦さんがハマってないから好奇の目で見られるというだからね、おかしいのはね、うん、どっちにしてほしいんだと、うん、つまり私が家事をするということが良くないのか、うん、あるいは奨励されることなのか、うん、例えばインスタもそうですけど、うん、そのなんていうかね、妙にね専業主婦に慣れ的な圧力も感じるんですよ。で私その社会からですか？一部のね、一部のね、うん、で私と夫はまあ別人格で収入も別だったから、うんうん、それはその私が好きだから料理を作ってるだけで、うんうん、なんかそれはもう別個独立ですっていう価値観なんですけど、うん、やっぱ日本はどうしてもそれは受け入れられない、うん、だから奥さんが活躍して旦那さん大変でしょみたいな質問を結構されることが多いって以前言ってましたよね、うん、そんなこと思ったこと一度もないけどっていう、うん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 、だからやっぱりでもなんかそうだな、三浦さんに専業主婦になってほしいみたいなこう願望ってあるんですかね。どっかからやっぱ感じますか、必死と、うん、そんなある、うん、どこら辺からなんですか。世に出たからみたいな、世に出たから叩かれたんだっていうことですよね。世にあ、うん、それすごい言葉選ばずに言うとですけど、女性なのに世に出たから叩かれたっていうすごい単純化するということですか。もちろんです。そんな風潮ありますか。ありますよ。それでもちょっとこう一個次に進む前にもう一個整理しておきたいのは、 なんでなんだろう。やっぱりその例えばですよ、例えば椎名林檎だったら OK じゃないですか、うん、椎名林檎は椎名林檎で活躍しても何も言われない。でもさ、うん、ね、うん、まあこの際ね、ネット番組だから言いますけど、うん、はい、私一応ベストマザー賞を受賞してるのね、はい、で呪われた賞とかみんな言っててね、まあ、今ね、でもね、私すごく不思議なのは、うん、例えば離婚したらベストマザーじゃなくなるのっていう、うん、えみたいな、うん、逆に言うとシングルマザーでその後一生懸命子供育てたら、うん、ベストマザーじゃないですか、うん、ね、うん、でなぜ身持ちがいいことがベストマザーの条件なのかが意味が分からないと思って、うん、なんか一部週刊誌とかね、うん、いや、じゃあ君の考えるベストマザーって何なのかいっていうね。でも、まあ、せっかく俺も子育て世代ですから聞いてみたいですよね、うん、三浦さんの考えるベストマザーって何ですか。すごい興味深いです。まあいろいろ子育て 100通りですからね、分かんないけど、なんかでもやっぱりね、愛情あふれるほどの愛情があって、うん、でも娘をやっぱり客観的に、息子でもいいんですけどね、うん、送り出してあげられる朝自制心、いや人生の、ね、人生の冒険にね、はいはい、っていうことじゃないですか、うん、もうちょっとこう具体に落とし込むとどんな感じですか。もう俺もそれ難しいんですよね。だってさ、子供ってさ、うん、男もそうだと思うけど、うん、自己愛の延長線上なんで、子供が自己愛の延長線上、うんうん、だから夫や妻をキリストのように愛することは難しいけど、アガペみたいなね、うん、はい、かなり難しいじゃないですか、うん、まあ、だけど難しい、ね、子供だったら結構無条件に愛するでしょ、うんうん、眠くてお前許せるな、うん、だから自己愛の延長線上なんですよ、うん、でそれをしかし支配に変えてしまう場合もあって、うん、でそれがなんか毒親って言われてしまったりとか、うん、最近のまあ風潮として、うん、女親の暴力っていうか、暴力って身体的な暴力じゃなくて、うん、その女親の存在としての暴力性みたいなのに今焦点も当たりつつあるじゃないですか、うんうん、だから自分のその権力性みたいなもの、親としての自覚的であることっていうのはすごく大事で、だから私はやっぱり意識して娘を別人格として扱うようにしてます。権力性に対して抑制的であることってことですか。そう、うん、でそうだから自分がしたい人生を押し付けるんじゃなくて、うん、娘が何がいいのかっていう、うん、でもそれ難しくないですか。 そんなほっといたらもううちの子供なんかポケモンマスターになるって一生ポケモン見てますよ。でもいやだから規律は大事だし、うん、強制も大事なんですよ。だからそういうことしなきゃいけないけど、うん、全部が本当にいい目的に基づいてますか、うん、親が子供を支配したいっていう欲望も混ざってませんかっていうところに自覚的でないと、うんうん、そっか、ちょっと押し付けてるかどうかってところに自覚的じゃないとダメなのか、うん、それちょっと俺も気をつけよう、うん、気をつけてますか。ちゃんと
気をつけてるけど、うん、私も人間だから、うん、難しいですよね。いい時も悪い時もありますよね、ね、親としてね。気分もありますしね、普通にね、うん、でもやっぱり私はやっぱり普通の人より苦労して娘を産んでるから、うんうん、やっぱりなんか感謝が可愛い、常に感謝があります、ね、ありがとうございますって、ありがとうございます、生まれてきてくれてありがとうございますってね。そうそう、まあそうですね、そういう感じありますよね。ごめんなさい、ちょっと子育ての話にずれちゃいましたけど、うん、なんかことここに至って、まあ、今日のテーマのなんか論点いろいろ出揃った気もするから、もう一回整理していってみたいですけど、結果三浦瑠麗とは一体何者なのか、三浦瑠麗さんとは一体なんで炎上するのかっていうところの論点いろいろ出てきたと思うんですね。シンクタンクの問題とか、三浦さんがその上で経済的な別どう作ろうとしてるかとか、うん、まあその後いろいろお話聞いてきて、改めてもう一回聞きたいんですけど、三浦さんって今なんで自分がこうたまに可燃性あると、なんかひろゆき結構噛みつくかっていうのはありますけど、うん、まあそれも踏まえてなんでこうちょっと炎上しがちなんですかね。うん、まあイラつきを覚えさせる存在ではあると思いますね。でそれが例えば女性的なあれと思う、女性という属性と、うんうんうん、そしてまああんまりその寄り添ってあげないというかね、誰に誰に語尾をはっきり発音してしまう感じとかね、偉そうであるとかね、視聴者の違う考えのサイドの人にとかってことですか。うん、だからいろいろなものがあるだろうって忖度すると番組でもさ、うん、結局何も言えなくなっちゃうじゃないですか。まあ、ちゃんとポジション取ったわね、うん、確かに。だから打ち合わせの時と本番ということが違う人っていうのも世の中にいるけど、うん、でも私は別にメディアに出るために人生を送ってるわけじゃないんで、うん、反省はありますよ。いろんな反省はありますが、言葉が強かったかなとか、ああ誤解されかねないことを言ってしまったなとか、だけど完璧ではないことを前提にして微修正していって、うん、でも言いたいことは言いたいね、うん、伝わらなかったら私の不徳の致すところもあるだろうから、次からじゃあこうやってやろうと。だから今回まあ、服や靴は別としてね、うん、だから私という人間があんまり理解されない行動を自分で取ってるだろうなっていうのはありますよね。うん、視聴者からね、そこはやっぱりね、うん、寄り添わないからでしょうね。服や靴、もう一回服や靴に戻っちゃって申し訳ないですけど、服や靴はなんで注目、あ、そうか、お金を使っている例として言われるってことですか。俺も週刊誌、ごめんなさい、本当あんまりちょっとどっちかというと読まないんで、どういう文脈で服や靴いじられるんですか、それ。いや、いじられるというよりも、私が自力でそんなに稼いでると思われないからでしょ。でその稼いでるって世間の、うん、世間の基準として、うん、男より女が稼ぐってことはまあありえないっていう。世間のイメージとしては、旦那さんの稼ぎで養ってもらってると思われてるってことですか。っていうふうにした方が都合が良かったんでしょうね。そんなことありません。三浦さんの方がだってテレビ出てるから儲けてるだろうと思う、普通だと気づくんじゃないかな。いや、まあまあまあ、それは別としてさ、うん、まあ、だから党派性とかいろんなものがあった時に、じゃあこの党派が好き嫌いとか、もうこの人もともと好き、この人もともと嫌いってなった時に、うん、じゃあ例えば自分が嫌いな人がした時にはこういうことをバッシングをして、好きな人がした時には称賛するっていうダブスタは、うん、私あんまりしないように気をつけてるんですけど、はい、やっぱしちゃう人は多いじゃないですか。あ、そうかそうか。で、炎上の一個の中に、今日、まあ、ここまで出てこなかったので、党派性ってありますね。うん、皆さん、ポジションガチッと取りますからね。うん、いろいろな論点に対してね。だから、本当の味方いない。だから、別に右でも左でもないから。そこ興味深かったんですよ。うん、ガチで、だから、リアリストとかリベラリズムみたいに分けられない感じなんですよね。なんか論点ごとなんですよね、三浦さんってね。多分、経済とか。そこってどういうポジション取り方なんですか。だからそのいろいろなものを合わせ持っているのが人間だから、だからよくその書くのは、私自身は割に家事とかをする方だけど、うん、家事をしろって世の中の女性に押し付ける気は全くないし、うん、むしろそうじゃない時代を作りたいと思ってるんですよね。うん、自分の趣味思考が例えばすごい保守的なものがセンスとしてあったとしても、うん、じゃあ世の中の原理原則に関してはリベラルだとか、うん、あとはやっぱり安全保障を研究してるけどかなり平和主義者だったりとか、うん、安全保障がリアリストなのにアメリカに対して一定の距離感を持っているとか、そういう別にごく当たり前のことを言ってるつもりなんですけど、うん、なんか
うん、分かりやすくはないでしょうね。そうなんだよな、うん、例えば夫婦別姓とか LGBTQ の LGBT かなの結婚とかに対しては皆さんは賛成反対どっちなんでしょうか。夫婦別姓は別に選択したい人がいたらできるようにしたらいいと思うし、うんうん、LGBTQ に関してはどんな法案を作るかは別として、うん、もちろん差別には反対ですよ、うんうん、だからなんかあれなんですよね、多分味方いないって言ったけどそうなんだな、いわゆる 保守の論調だけでもないんですよね。だから安全保障っていうか、まあ、外交においては保守だけど、まあ、そういう、こう人権とかそういうところにおいてはリベラルで、まあ、経済においてはどんな感じでしたっけ。経済に関しては成長重視ですね。成長重視か。成長重視だけど分配をちゃんとするっていう、まあ、そこはまあそうですね。だから、うん、シリコンバレーの経営者に近いじゃないですか。あまだ一色に染まらないか、まあ、ちょっとそうですね、まあ、主の味方になったらそういうところですね多分、うん、あのそうだから完全な保守とか完全リベラルじゃないって言うんですね。まあそういう価値観を持ってる人ってあんまり小高に主張しないですよ。パキッと分かりやすい右左の方が声が大きいからだから私はそういうそのどれの陣営に属したいっていうのはないんですね、うん、だからみんなにちょっとずつディスられたりいじられちゃったりするのか。うん、でもね、まあどうでしょうね。そんなになんていうか本人逆に言うと なんでだと思ってんのか。三浦さん、いやすげえ興味深いけど、うん、なんだろうな、三浦さんが演じる俺が一個あるのはやっぱその完全な保守リベラルっていうスタンスじゃないけど、うん、一個この問題にすごい強烈にスタンス取るから、うん、それはちょっと非難浴びやすいだろうなと思うけど、でもそういう人はいた方が、まあ、あの三浦さんだけじゃなくてですね、そういうような人はいた方がいいなともちろん思うのと、あとなんだろうな、三浦さんの可能性ちょっと、ね、だから喋り方がツンとしてるとかってのあるかもしれないですけど、あとなんだろう、なんでだろうな、あとでも俺さっき一番初めに問題として切り出し始めたその学者なのかどうか議論っていうのは大きい気しますね。やっぱ日本人って俺も正直分かってないです。三浦さんの本当の業績分かってないでしょ、聞いてるけど、うん、でそれで言うと成田悠輔さんの業績も一切分かってないです、うん、正直分かんないですよ、うん、学者じゃないし、でやっぱ権威性って日本人って好きじゃないですか、うん、で僕もやっぱある程度一定程度権威にかけていく方が情報コストの情報を取捨選択するコストとして安いので、どうしても権威って日本人に重要視するし、僕も重要視するとこあるんですよ。でその時権威が分かりにくいってなるかもしれない。やっぱ教授じゃないじゃないですか、一応教授なんです。教授なんですね。あ、そうそう、失礼しました。なんか正規のこうテニュア的な意味でのザ東京大学教授とかっていう雰囲気ではないから、だからそこがひょっとしたらなんか学者じゃないくせに学者ぶりやがってみたいな空気ってやっぱ感じるんですよね、三浦さんが発言した時に一部の批判の一部として。だけどそれってなんでなんだってさっき突き詰めて考えたかったのは、いやでもシンクタンク文化とかの問題なのかなとも思ったんですよね。なんかこうアメリカだとシンクタンクってあるから、うん、そう学者以外の研究員っているよねっていうのはこうベースとしてあるんだろうけど、日本にはないんだろうなとか。いやまあ、うん、理由をつければいろいろ見つかるんですよ、うん、見つかる見つかるけどね、うん、まああんまり自分で自分のこと言うのは好きじゃないですけど、うん、私が男だったらだいぶ違いますよ。そう、うん、それはそこまで目立ちもしないだろうしね。あ、まあまあいい悪い両方でね、うん、そう、うん、それはそうなんですよ。いい面もありますけどね、悪い面もやっぱ結構ある引き受けるところですよね。そうそうそう、だから別に女だから恵まれない云々っていうことを言うつもりはないんです、うん、得まったっていうことですよね。得というか、うん、女であることが好きなんですよ私は。おお。うん、それどういうことですか、面白そう。あまり男に生まれ変わりたくない。え、何ですか不合理な生き物だから。なんでどこら辺がですか大変そうだなと。え、どこら辺がですか、面白そうだな。いや、なんかその原初的なこう俺に注目しろっていうこの衝動、うん、衝動、プライド、うん、あんま女の人なんか備わってる割合って少ないですよね。うん、個体差はあるけど、うん、まあ、確立した男の方がやっぱプライド高そうですか。ものすごい大変です、男の人と相対していくっていうのは、う
女だけの生活が楽だってさっき言ったのはそういうことで、うん、お互い譲り合うんですよ、うん、だから夫のことをディスってるわけじゃないんですよ、うん、そうやって男の人と関わってしまうと、うん、なぜか私がいつも友人にせよ仕事相手にせよ、うん、忖度し先回りしなんかニーズを満たしてあげ、うん、優しくプライドを尊重して話してあげなきゃいけないっていうのにちょっと疲れる、うん、疲れなんかこんな存在になりたくないっていう、ごめんね、ごめんなさいね。メンズですか、メンズってやっぱりなんかエネルギーをぶつける何かがないと、スポーツでもいいし、うん、狩りでもいいけど、仕事とかね、なんかこうマンモス取って帰ってきたぜみたいな、うん、なんかそういう役に立つ感が、うん、必要なんだと思うんですよ。なんでなんですかねそれは。でもそういう風にやっぱり進化の過程でそういう人が生き残ってきたからじゃないですか。まあすごい進ちょっとまあまあすごいし、まあ、その良し悪し、価値判断の良し悪しちょっと置いとくとして、すごい進化論的に考えるとそういう側面あるかもしれないですね。まあ、女性のがまあことやっぱりその生殖っていう意味においてはどうしても慎重に選ぶっていう方向に進化論的な選択肢は働くと思うんですよね、うん、その1回あたり の, そのちゃんと子供子孫を残すっていうチャンスは少ないですからね。っていう意味で言うと女性が慎重に選ぶ、うん、となると男性はちょっと選んでくれって言わざるを得ないっていう、まあ、その進化論的な構造ですかね。それはどうなんですか。うん、だから女性はやっぱり子供と自分の安全を最優先する生き方をした人が、うん、安全を重視した人が生き残ってきて、でリーダーの妻になって何くれとなく世話を焼いておいい湯加減だねみたいな、そういうニーズを満たしてきた人が選ばれてきたわけじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱり生存本能として、まあ、なんで私たち女ってこうふわふわとかね、うん、なんかその巣作りとか好きじゃないですか。家の中のものを買ったりとか、うん、そういう居心地よくするような、うん、ソファー買い替えるって言われてますよ本能的になんかあるわけじゃないですか、うん、で冷静になれ、これは本当は必要ないぞって自分に言うわけですよ、うん、女だってね、うん、だから男だって、うん、いやちょっと待って、このプライドは俺は本当は原初の欲望であって、うん、今の現代の俺には必要のないプライドなんだとか、うん、本のお理性でちゃんとねそうしてほしいんです。してほしいけどできてないですか、メンズは。いやできる人ももちろんいるけど、ものすごくなんか大変ですね、うん、でもまあ男性は男性で魅力的な存在だから、うん、私はやっぱり男性のいる社会がいいけど、うん、でもやっぱり異質だからね、自分とは。でちょっとで一回やっぱ一個だけ聞いて途中までは理解できたと思うんですけど、やっぱちょっと一個だけやっぱ理解できなかったのは、女であることと、うん、まあ、炎上がなぜなのかっていういろんな要素今言いましたね。シンクタクとか経済的なこうものとかアカデミックの話とか出たんですけど、まあ、女であることも一つの要素かもしれないんですけど、ちょっとこう比較テストしてみるとやっぱ出た、その椎名さんは女性でも OK であると。で例えばあと何だろう、例えばなんだ、難波さんも別に OK であると、うん、なんでこう三浦さんはっていうことなのか、政治的な界隈でっていうことなのか、政治が絡むってなります。政治が絡むってのは、ね、政治的な界隈では 女性がダメなのかな。椎名さん OK じゃないですか、難波さん OK じゃないですか。でも椎名さんがどれだけ叩かれたと思う。それは叩かれてるんですか。俺は大変な経験をしました。めちゃくちゃ椎名林檎聞いてますけどねそれはね、私もそうですけど、うん、彼女大変だったんですよ。つまりいわゆるね、その日の丸的なね、特攻的なモチーフとかね、まあ、それはまた女性であるってことは別のところですね、 表現としてですよ、ね、いや違うんですよ、うん、椎名林檎さんが出てきた時には、うんうん、なんかものすごく男性のリベラルなジャーナリストとかが、うん、新世代の女性が出てきたって言ってもてはやしたんですよ、うん、で彼女は別に創作活動をしている芸術家でしかないんだけど、うん、別に何かのモチーフを使った時にものすごい手のひら返しで叩かれたわけですよ。まあわかりますよ、うん、だから要は自分の思い通りになる女のことは好きなんです、うんうん、思い通りにならない女っていうのは嫌われるんですよ。椎名林檎さんはちょっと椎名林檎論でいくとじゃないですけど、椎名林檎さんはまあちょっと確かに一瞬表現で、まあ、確かにちょっとその叩かれる可能性のある表現があったと思うんですよね。まあ見えた一瞬、なんかその似てる映画に、昔見た映画に似てるシーン、あれ、まあ、それ意図してるかどうか知らないですけど、なんか誤解されがちなアングルとかに見えた時があったから、まあ、それはなんつうかあれだけど、ちょっと
でもやっぱり政治が関わると可燃性は高くなる、うん、そうですね、そういうことか、うん、やっぱ政治なのか。政治はあります。あとは大文字のもの、社会のお話でもそう。だから個人的な語りをしている分にはいいんですよ。私が2019年に出した孤独本みたいなエッセイをずっと書いてるだけの存在だったら、詩的なストーリーについて綴ってるだけじゃないですか。だから嫌いとか好きっていうのあったとしてもそれは可燃性はないですよ。面白いな。っていうことあれか、詩的なストーリーとかその芸術とかあと OK じゃないですか、うん、で、まあ、ビジネスもなんとなく昔より OK になってきた空気あるじゃないですか、うん、名場さんも、うん、なんでその公的な分野だけきついんですかね。公的な部分ですね。権力が関わる。権力が関わるから。それ男が権力好きってことか、うん。そういうことになっちゃうか。権力が好きな人は政治が好きな確率も高いし、でやっぱり経済って別に、うん、あのゼロサムじゃないんですよね。うん、経済みんなして儲けることはできるんですよ。確かに成長できるからな。分配が政治だからな。政治っていうのは本質は闘争だから。うん、闘争好きな人はやっぱ政治好きだしね。うん、そっか、本質的に闘争が好きなのが政治の世界だし、うん、さらにゼロサム的だよね、分配だもんな。どうしかイデオロギーとかアイデンティティとか、うん、そういう内心のものにも関わるし、うん、自分の個人的な境遇と国家の命運とかっていうのを、うん、あの人間って混同しがちなんですね、うん、だから例えばうちの研究所の研究の例で言うと、うん、あの自分の収入、世帯収入が今後10年どんどん下がっていくぞと思う人ほど中国を強く嫌いになるんですね。それは国家的運命と自分の所得っていうのが混同されちゃってるわけじゃないですか、うん、日本は落ち目だぞ、中国はなんかが上り調子だと、うん、気に入らねえっていうのが自分の個人的幸福をと結びついちゃう、うん、政治の世界とか外交とかってそういうことが出てくるんですよね、うん、そっか、自分の、うん、情念だから、うん、そういうそういう感じの中だと炎上可燃性が高いのか、うん、その中ででも普通の男も可燃性高いけど女性だと特に高いってことですよね。女性がその世界で、だからこれは左翼の女性でも叩かれてきたわけじゃないですか、うん、例えば福島みずほさんとか辻元清美さんが、うん、あのどれだけ叩かれたかっていうことはやっぱりちゃんと、うん、これってでもなんか次の次の次ぐらいで、うん、山猫研究所のあれでちゃんとこう数字とかファクトベースで定量分析もしできたらすごい興味深くて、うん、まあ、言うても立憲民主党の小西さんも叩かれてるじゃないですか、うん、だからまあなんかこう叩かれてる人は一定数いると思うんですけど、まあ、女性のやっぱ割合高いんだとしたら数字としてそれはなんか一個テーマとして、だからよく言われるのは、これも別にグローバルに言われてる話ですけど、うん、女性だけが美醜を言われたりとか、うん、するじゃないですか。美しいか、美しいか醜いかとか、メイクがどうこう、服がどうこう、うん、だから私が服がどうこうっていうことを言うリベラルがいるのはちょっとおうと思いますけど、うん、あの無自覚にね、自分のイデオロギーをついつい忘れてやっちゃうぐらい憎しみの方が勝っちゃうんですよ、うん、でそれが直感的にヘイトだったりするときにはこうもうパーンとロジック無視して、うん、あいつの服装がどうこうとかって言えちゃうわけですね、うんうん、そっか、ロジックを無視して非難してるときにそういうことが出てくるのか。だから人間ってほら別に本当になんか主義主張できてるわけじゃなくて、うん、まあ、情念が先にあるわけじゃないですか。確かに確かに。そういう時俺だったら服とか靴買おうと思うんですけど買えないですか。一度ね、大学でね、ものすごいセクハラを受けた時に相談したら、うん、あのこういう手もあるよっていう感じで、うん、ジャケットと白シャツの着用を勧められたことがあるんですよ、うん、男性のね、年上の人にね、うん、でもあんまいい手段じゃないですよね、それそこに。一瞬検討しましたよ、私だってね、うんうん、だけど一瞬検討したけど、うーん、違うと、まあ、そうだよな、それは違う気がした。確かに俺も提案してそれって違うよな、本末転倒ですよね。いやだからね、うん、そのついついやっちゃうんですよ、うん、だから私がやっぱり、ま、曲げない人生を生きてきたことっていうのは可燃性の高さにつながってるでしょうね、うん、で私個人もせっかく、まあ、こういうことが起きたわけだから、うん、まあ、それがどうなろうと私の人生変わるだろうなと思うし、事件でね、うん、だからそれはたまたま連れ合った、連れ添ってきた配偶者が、うん、まあ、そういうことになっていますと、うん、家中でまだ何も決してないけどね、うんうん、だからやっぱり私もいろいろ考え直したり、うん、自分の人生とか人への対し方っていうのもおのずと変わってくると思いますよ、うん、そっか、バキッと聞いてきたんですけど、やっぱ世間の人はひょっとして三浦さん政治に近いじゃないですか、うん、
だから政治近いからなんか美味しい思いしてるんちゃうかみたいなイメージあると思うんですよね。それパキッと聞いてくると、やっぱ美味しい思いしてるんですか？そこはしてない。いや、もう完全なる慈善事業ですよね。うん、これ言うと感じ悪いから、慈善事業っていうのはプロボノですね。ほとんどね。まあ金も儲けてるけど、慈善事業もやってるっていう言い方は正しいですよね、ちゃんと。だから金を儲けてきたのはやっぱり民間で、講演活動をして、その他の社会貢献活動を支えてきたわけでしょ。だけどその政治とかとは結びついて、なんか美味しい思いいっぱいしてるんちゃうかっていうイメージとは違うってことですよね。まあそうじゃないってことは一番政治家連が分かってるでしょうね。なるほどね。皆さんには随分お世話になりましたっていう人は多いと思います。うんうんうん、分かりました。まあ、一応多分そうは聞いてみたいなと思います。じゃあ最後にですけど、じゃあまあ今ちょっとごめんなさい、いろいろ三浦さんってどういう人なんですかっての聞いてきちゃったんですけど、だからじゃあ三浦さんは最終的に何目指してんのかなって気になってて、何したいのかなとか、何目指したの、まあ現在地でいいですけどね、現在地から未来見て、何したいんですか。それをね今考えてるんですけど、あんまりそういう人生の立て方をしてこなかったので、何したいとかっていうんじゃなかったんですね。で今何したいっていうのはありました。どうですか今は。今はやっぱり本読んだり書いてる方がいいですね。本、どんな本書きたいんですか。まあいろいろ。今まで書いてきたのは政治評論もあれば、戦争とか、まあ、かなり骨太な理論を考えた思想チックな本もあれば、エッセイもあるじゃないですか。だからそれどれもやりたいですよ。あ、理論系やめればエッセイも。まずどれからやろうみたいなんですか。まあ、エッセイは書いてきたものがあるのでそれを書き直してますね。でまとめて、まあ、あとやっぱり調査やるとね、すごくその発想が刺激されるので、まあ、今日中間やって、でそして結果がまあ大体上がってきて、報告書作成中なんですけど、まあ、そうするとやっぱり今世界が動いてますからね、米中貿易戦争から始まって、今その中国国民っていうのはどういうムードでもっとして何をしようと考えてるのかとか。何しようと考えてるんですか。あのね、面白いのはね、ロシアに対する好感度がなんか爆上がりしてるんですよ。中国で？え、何ですか？すごいでしょ。日本と韓国はもちろん下がってるんですよ。プーチンのね、ウクライナ侵攻で。だからね、やっぱり今までのアメリカに対する憧れがあったんですよ。中国の中にアメリカに対する憧れがあったと。例えば中国からしたらアメリカの製品はかっこいいし、ハリウッドかっこいいし、ジーンズかっこいいし、スターバックスとかね、美味しいし、あれだけ美味しいなんかチキンがありながら、どうしてもケンタッキーが食べたいみたいなのもあったわけじゃないですか。それが急速にこう魅力を失いつつある。中国で、何ですか。まあ、自信を深めたというのが一つ。中国、それは中国自体自信を深めたというのが一つ、でもう一つはやっぱり米中貿易戦争はトランプが仕掛けたので、あとその後香港問題もあったし、コロナ騒動もあったし、なんか中国は悪いことをしていることもいっぱいあるんだけど、なんとなく被害者的な被害感情を持ちやすい状況になっていて、彼ら的にはね、でそれでやっぱり急速に嫌いになっていってるっていうところがありますよね。そこに対してなんでロシアの好感度があるんですか。だからやっぱりそれはアンチアメリカ その反射的効果として、だからそういうことです。つまりね、そのアメリカ主導の世界で、それにちょっとおこぼれに預かりながら、ちょいちょいずるして経済成長してこようっていうのが今までの中国のメンタリティだったとしたら、もう積極的にアメリカの覇権を潰しに行きたいと、ただ破壊した後に何が生まれるって別にそんなにアイデアもないんですよ、中国の人たちって。だからアンチアメリカ的なるものを全部それぞれの国の文脈で、アメリカに対する反感の裏返しとして商用しちゃう、だから例えばイランとサウジとか、そういう人たちをこうつなげようとかっていう考え方自体も、やっぱりアンチアメリカなんですよ。でも本格的に覇権取りに来てるってことですか、中国は。だから覇権を構成するだけの思想や、広範なマルチなネットワークはないです。ないか。じゃあ、そうか、じゃあ本格的には取りに行けない。取りに行けないんだけども、それがやっぱり他局の世界ということで、で価値相対主義的な、だからアメリカをディスるのはいいんだけど、じゃあ何か他の価値観あるんですかっていうと、否定でしかないから、何かのアンチテーゼだけでは、主義主張っていうのは生まれないんですよね。それが今現状であると、この先でもそれ生まれる可能性あるんですか。そのありますけど、ただ中国の今までの歴史に鑑みると、あんまり思想を中心に生きてきた人たちじゃないので、
プラグマティックというか、そうだし、あんまり中国って半島を巨大に広げるっていうインセンティブはないでしょうね、これ以上、うんうん、そう、なんですか、あんまり歴史的傾向としてそうじゃなかったし、十分に広いっていうのもありますよね、広すぎるから。アメリカだって植民地経営に手出したのフィリピンぐらいですからね、うんうん、なるほどな。いや、もっかそういうことをご興味あってやられてるのは分かりましたと。最終的にはどんな感じのあれなんですか何して、まあ、死のっかなみたいな。いや1個もだって政治家になればいいじゃんと思うこともあるんですよ。いやいや、それはもう私なんかずっと否定しかしてきてないので。美味しくないからですよね。やっぱ政治家はなんかなりそうな気しますよね。どうなんだろう。え、政治家なに？なんかまだやりたくなくないですか、やっぱ普通に。政治家なんかやりたくないですよ。ね、まあ、それはちょっとわかる気がするんですけど、まあでもなんか政治的に成し遂げたいことがあるんだったらとも思うし、何をしたくて頑張ってるんですか今、山猫研究所。あ、それは知的関心ですよね。興味。うん、知的関心が、うん、まあある。で、あとはやっぱり政治をまあ。もう少しこう国民有権者と政治の間を近づけて、うん、投票したことに有効感情を持ってほしいんですね、うんうん、自分の一票が意味があるんだと思えば政治意識が高まるので、自分のお気に入りの政党を作ったり、それがうまくいかなかったら別のお気に入りの政党を作ったりってアクティブに動きやすいんですけど、やっぱり日本国民の多くの人たちはやっぱり無関心だし、自分が投票しても意味がないと思ってるし、うん、だから自分のその消費行動とかその仲間内だけで理想を実現しようとしてるんですけど、うんうん、社会全体を変えるためにやっぱそれでは不十分なんですよね、うんうん、何が社会の課題だと思ってるんですか皆さん。 今この日本、まあ俺そんなに終わってもいないと思いますけど、そこそこ毎日ご飯をいっぱい食べてますし、だけどまあ確かに給料はサラリーマン時代は伸びなかったなと思いましたし、皆さん的にこう何が今課題でどう解決していきたいみたいな、その問題意識ってどこにあるんですか今。変えなくてもいいんですけど、どちらかいうと閉塞感はやっぱり反転させたいですね、うん、何から来てるんですかこの閉塞感は。まあ、人口減。そこか。人口減はもう変えられないので、人口減と、うん、まあ、あとはみんながそこそこ中産階級になった後、うん、そのなんていうのかな、既得権がある程度定着してしまって、うん、いきなりね GHQ 入ってきて、うん、農地改革したり財閥解体した時ってすごい衝撃だったと思うんですよ、うん、はい、だからエネルギーも生まれて、うん、自分が頑張ったらなんかいけるんじゃないかみたいな、うん、だから再チャレンジっていうのをする人いっぱいいたわけじゃないですか、うん、でもそれが今の世の中にあんまり感じられないので、うん、まあ、みんながせせこましくそこそこのなんか既得権を守ろうとしてるっていう、でももうちょっと素敵な街づくりだってできるはずだけど、今までのやり方を変えたくないからっていうだけの理由で阻まれてしまったりとか、うんうん、人口減とじゃあ既得権益から来る閉塞感どうしたらこう変えられるんですかね。それ変えた方がいいわそれは、ね、今のところ高齢者が主導して変えるしかない状況にあって、うん、調査では実は若年層は現状肯定型なんですね、むしろ、うんうん、だから自民党に投票してるんですよ。で高齢者の中には強硬な自民支持派もいれば強硬な野党支持派もいるんですけど、2009年に民主党が受かった時っていうのは、あれはねみんな退去して選挙に行ったからいきなり票数が上がったんですよ、はいはいはい、だからずっと自民党に投票してきた人はむしろ変わらないのに、自民党は2012年大きく票を増やしてないのに勝ったんですよ。なるほど。だから単に有効感情がガーッと減っただけで、ああそういうことか、うん、そうなん、自民党支持者もずっと変わらずだけどこっち投票行くか行かないかみたいな逆が、うん、だからこういう政治に対するコミットがない人たちをどうやって、うん、じゃあもう少し身近なところから政治ってこういうこと関わりあるよねとか、うん、例えば景観とか環境とか災害とか子ども食堂とか、うん、いろんなそのもうちょっと関心を持てるところから政治っていうものを捉えてもらえれば、もう少し政治家と触れ合ってほしいし、うん、政治家がそういう一般有権者と話し合えるような場ももっと持つべきだし、うん、選挙期間ちょっと長くしてとかね、うん、だからちょっとずつ変えていくと、うん、もう少しその今とは違う社会の合意形成のあり方が出てくると思う。既得権的なものがちょっと減っていくかもしれない、うん、変わっていくかもしれない。別に既得権ってそんなすごい美味しいわけじゃないんですよ。単に今もうすでにあるからこのポストなくせないみたいな話なんですよ、うんうん。
まあな、そうだよな、失うのが辛いっていうところですよね、既得権の味噌っていうのはね、うん、超美味しい、まあ、超美味しいものもあるけどな、あるけど、あるけど、けどで過去の遺産で食ってくっていうことに対してどう思うか。だそれだと成長しないってことですよね。そうなんです。ね、そこは本当に。人口減はしょうがない。人口減はしょうがない。しょうがないか。まあ、国土が広く使えるから一家ぐらいに考えておくしかないか。まあ、人口減は、うん、まあ、それこそ AI もそうですけど、必ずしもね、労働力が全てじゃない時代が来るので。なるほど、なるほど。人口減を補えるようなテクノロジーを生み出すべきと。うん、だからむしろ人口減は何の問題かというと、消費する頭数が減るわけでしょ。うん、だからこそ新しい価値を生み出していかないと、うん、ちゅうことか、うん、いや皆さんにいろいろ話聞いちゃったな、すいません、なんか90分ぴったりでしたよ、はい、聞いちゃって、なんかこれ最後にあの三浦さん、うん、あ、これわかんないですけど、なんか FM 軽井沢って知ってます？あ、なんかね、私知らない、うん、知らない、知らなかった。この間ちょっとこれの事前の打ち合わせした時に言ったかもしれないですけど、はい、なんか FM 軽井沢なんか何コミュニティラジオ、うん、みたいのがあって、うん、ひろゆきさんが番組持ってるんですよ。へえ。ひろゆきさん嫌いですか？嫌いっていうよりもそんなに接点がないんだけどなんか妙に、はい、いろいろ絡んでるからですね。そう、なんかひろゆきさんはまあなくツイッターでよく絡んでますけどね、皆さんに、なんかそこのなんかラジオでひろゆきさん番組やってて、その時雑談して、なんかヘムカリザがなんかもっと盛り上げたいってカリザの人が言ってて、どうしたらいいかな、カリザは好きだったり知ってる人で有名人でラジオにちょろっと出てくれるそうな人誰だろうって時に三浦瑠麗さんいいんじゃねってなったんですけど、そんな暇ないですか？いや、なくはないですけどね。歌歌ってほしいみたいな結論になりましたけど。そうですね。私ね、本当に声量がないから歌ってあんま歌えないんですよ。声量ないですか？声が通ないんです。あ、そうなんですか？でも椎名林檎とか歌ったらどうですか？FM カリザーで。いやいや、歌えないですよ。あ、そう、でもちょっと絡む可能性はあるかもしれないですか。うん、歌じゃなければ、うん、まあ検討いたします。検討ベースでね。カリド好きは好きですもんね、だって、はい、愛してますよね。愛してますね、カリドね。したら地元のね、地元のためなのか何のためなのか知らないですけど、俺も別にカリドは全然思い入れないんで、うんうん、三浦さんに押し付けようかなと思って。ちょっと連絡かもしれませんけど、はいはい、したらあの気に入らなかったらブロックしてください。あの今日最後あのお話いっぱい伺いましたけど、ここはちょっと言い足りなかったなとか、ここは誤解招くなみたいなことあったらぜひちょっと最後なんかありがとうございます。どうでした？いや、ありがとうございます。なんか、うん、トークができて楽しかったです。もうなんかやっぱ皆さん今回の事件のことに関しては本当にやっぱ俺本質的に理解する能力がないのでわからないですから、それは本当にもう任せ、あの検察とかそういう任せようと思いつつ、うん、やっぱ構造としての三浦瑠麗さんっていうのはすごい今回本当に意識したんですよね、うん、お話聞いた時に。だからいろいろお話聞けて、うん、面白かったなって、面白かったら知的に、うん、なんかこうもうちょっと考えなきゃいけないところあるなと思ったんで、すごい勉強に。ありがとうございます。もう記号ですもんね、三浦瑠麗って、ね、そんなでもないと思うんですけどね。ありがとうございます。すいません、今日はあの長い間三浦瑠麗さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけなんかちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんここライブにやり取りしながら、本当に、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。